これはなんか全世界の人に見てほしいと思いました。すごく難しいんですけど、本当は一番シンプルなことをメッセージとして込めている作品かなとも思って、やっぱりその前章ではその人間がもともと持っている、命あるものが持っている情というものを忘れないこと、また愛は行動であることっていうのを教えてくれた作品だったと思うんですけど、まあ後章というのはやっぱり命ある限り、たった一度のその自分の命を生き抜く、生き切る、人のために生きるっていうことをなんかメッセージとして受け取れたような気がして、なんかこうまさに自分が普段そうであったらいいなと思っているメッセージがもうセリフの中でポン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 出てくるので、逆に怖かったです。本当にヤマトって不思議ですよね。魅了されるし、これを見たら世界はすごい平和になるだろうなって、みんながね見てくれたらもっともっと世界は平和になるなって思うような、本当に生きる上で大切なメッセージがたくさん込められているすごい作品だって今回も感じました。やっぱり音楽素晴らしくて、やはり宮川博さんがずっと作られてきたその世界観っていうのをアキラさんが受け継いで、またそのアキラさん印だったり博さん印っていうのがもう随所に出てきて、音楽を聴いているだけでもまずはもうなんか泣きそうになりました。その宇宙戦艦ヤマトの歌っていうのは、まあ、もともとね宇宙戦艦ヤマトのあのメロディーは有名だけど、これからやっぱり今の時代の人たちがグレートハーモニーだったり愛は今も光っていうのを歌い継いでいってもらうことで、もしかしたらねあの有名な主題歌のような、また曲になるのかもしれないし、だからこそ私も、命ある限りこの歌を歌っていこうなんて、そんな気持ちになりました。